ホーク推理確実で相思相愛の山川穂高さん、放置25日目に突入。あやしろや、これも一つの愛の形や。大谷の裏に隠れてこそっと発表するだろう。もうちょいコンプラ問題沈静化するまで待てて。伸ばせば伸ばすほど戒め度が低下するんでないのか。ゲンドラ&大谷さ、確定の今日が山場やな。マスコミがお休みしてる正月に発表するんやないか。ポランコ、マキノンが終わってからかな。こんだけ引き伸ばされるトトルかトランカなんてどうでもよくなったな。どっちでもええから早くしろの一言に尽きる。ソフバンは早く白黒つけないと人的保障で選ばれる選手にも迷惑かかるやろ。今年の NPB 関連の業務終わるまで放置なんやろ。そういや今年は指名してせんのか。決まってるのに引っ張るやつ。安楽の件もあるから今獲得してまた騒がれるのも嫌なだけやろ。少しほとぼり冷めてから発表やろな。それなか多少行くなら立ち飲み山川取れたんじゃないの。これで他のヤシに手出したら絶対確定やな。なるべく安く買い叩くためのチラシ作戦や。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。